こんばんは。やっほー。今日はちょっと縦画面で、あんまりない画角で。どうもこんばんは。今日は雨がすごいですね。私は今東京にいるんですけど、東京は雨がすごすぎてタクシー乗り場が長蛇の列です。こんばんは。 ね、湿気がもうベタベタ。ワイン飲んでそうな格好。ワイン飲んでそう。ちゃんと私服ですよ。もしかしてあれに見えてる？バスローブに見えてる？違いますよ。シースルーシャツですよ。やばいよね、湿気が。今日は明日のもうすぐ音楽の日のリハーサルをしてきました。カメラリハーサル夜までやってきましたよ。でホテルに着いてご飯を食べてきました。明日 TBS の「もうすぐ音楽の日」に出演します。 STU はタイムテーブルがもう出てたんですけど、1時とか12時44分から、あ、めっちゃ細かく出てる。12時44分頃から出演します。ぜひぜひ、まあ、映る地域の方は見てくださると嬉しいです。よろしくお願いします。仕事で見れない。録画 録画しよう。よろしくお願いします。リハーサルしてきましたよ。なんか今回はちょっと、今回のその、もうすぐ音楽の日に出る花だれのものの選抜メンバーが結構ガラッて変わってて、ちょっとまた新しい花あだれのものが見せれるんじゃないかなと思います。ぜひぜひ楽しみに。そうなんですよ、メンバーが新鮮。いやもう今日さこちゃんとかいるから本当に結構ギリギリでリハーサルしてて、やばいやばい、9時になる9時になるって 言いながら、やばいやばいやばい ギリギリ9時前に終わりました。さこちゃんがこちゃんがね、いると時間の問題があります。若いっていいね。私もそんな世界に生まれたい。 カヌレまだゲットできてない。カヌレまだゲットできてません。カヌレ食べたい。そう。さこちゃんどんな格好で東京来た？さこちゃんは半袖短パンになんかすごい動きやすそうな服装をしてきた割にはもう耳がジャラジャラでしたね 耳がジャラジャラでした。なんで今日そんな可愛いの？今日メイク変えたんですよ、ちょっとだけ。それかな。でも今日ちょっと新幹線で急いでメイクしたからあんまり丁寧ではないんだけど、ちょっと変えました。それかもねー。多分きのこのみさん、くまたわありがとう。くまかけるか。ちょうどね、紙があるんですよ、近くにホテルの。でもな、ボールペンって薄いんだよな。
書きます。私ボールペン好きじゃないんですよ。なんでかって言ったら字があんまり綺麗じゃないのにボールペンで書くと余計汚く見えるからです。うわ、薄っ。どうしたらいいか。きのこのみさん、くまたはありがとうございます。いや、薄いな変わらん。ありがとう。ちょっとライトをつけます。バスケ2位でした。おめでとう。いいね。こんばんは。出張に来た女性経営者みたいだ。そんな仕事できそうですか。メガネがない。あ、メガネ。メガネ。メガネはあるけど、私今日コンタクト入れてるから。わ。ちょっと頭良さそう。でもちょっと自分コンタクトにメガネだから全然見えない。メガネ持ってた。メガネ持ってます。これリアルコント、リアルメガネなんですよ。可愛くないですか。ジーンズで買った。ね。ダメだ。知性感じるね。アナウンサーっぽいですか。こんばんは。夜のニュースをお伝えします。東京は雨何も言えない。今日はなので花だれの明日出るメンバーでずっと一緒にいました。まあでももともと東京にいたメンバーもいたから合流して、でも今日はね、一人部屋なんですよ。みんな一人部屋かな、多分。寂しい。私の隣の隣がソラハなんですよ。ソラハー。ソラハー。寂しくなったらソラハを呼ぼうと思って。隣はわかんないんですよね。多分メンバー。コロナ対策。そうなのかな。なんか最近東京すごい多いですよね。ちょっと気をつけようって思って。コロナ多くて怖い。私が今日思ったのは TBS のあのアルコール消毒のあの機械のアルコールの量がやばくて、片手出したらバタバタバタってこぼれ落ちて、私焦ってこっちに携帯持ってるのにこうやって受け止めてからスマホにアルコールバタバタバタって落ちて、ありゃーってスマホもね消毒しました。たまにすごい量出ますよねあれ。でもなんであんなに量が多いかって言ったら、こうやってなんかこうやって爪の中まで洗えるようにらしいですよ。あのすごい量なのはこうやったらバタバタバタって落ちていくじゃないですか。だからこうやってやったら、ここでこう爪をやってこうやって、でこうやって爪をやってこうやってこうやってやったら、なんかあのくまなくお手できれいきれいらしいです。私はその知識を知ってても無理でしたね。その知識を知ってても焦っちゃいます。へーってすごい、へーってみんな言ってる。イヤホンなしでも生きていける。
今日イヤホン忘れたんですよ。そうメールにも書いたんだけど、イヤホン忘れたから本当に新幹線の4時間本当に暇すぎて自分の世界に閉じこもれなくてどうしようかって思いました。だからあれずっと漫画読んでました。漫画買って今日は何の漫画を買ったかというと金田一少年の犯人の事件簿っていうスピンオフを読んでました。でも私金田一少年一回も読んだことないんですよ。金田一少年の本編にあった事件の犯人視点のストーリーがちょっとコメディータッチで描かれてるやつあるんですけど、なんか一巻が無料で試し読みで読んだらすごい面白かったんで3巻ぐらいまで買って読んでたんですけど、読んだことなくてその事件本編の方でなんかすごい面白かったんですよ。犯人がすごいトリックを一人で頑張ってて、トリックって時間かかるしやること多いって言ってる感じで、でだからちょっと気になったからそのスピンオフに描かれてる事件の本編も一緒に読めたんですよ。なんかその企画みたいなのがやってて、で本編も読んだんですけど本編めっちゃシリアスで全然笑うシーンないっていうか、なんかちょっと最初の方にはじめちゃんとみゆきちゃんのなんかじゃあはじめちゃんみたいなシーンはあったけど、マジで人殺されるシーンとかもすごいシリアスだったんですよ。しかも私犯人分かってるからすごいこんな今焦ってるんだろうみたいな、いやめっちゃ焦ってるんだよなと思いながら本編読んでました。そうっていう感じで今日は4時間過ごしてました。うん、でもたまにあります、なんか本編読まずにスピンオフだけ読むこと。私カイジがそうなんですよね。カイジの本編読んだことないのにスピンオフの班長を読んだことあるみたいな、そういうの多いかも。面白かったです。でもこれを機にねちょっとコナン派だったんですけど金田一も読もうと思います。あと何見たかな、あチェーンソーマンの第2部見始めました。まだ1話しか公開されてないけど、チェーンソーマンの第2部見ました。見ました、面白かったなんとも言えない、始まったよ。ジャンプアプリで読みます。なんとも言えない、なんかもうすごい一話だったタコタワーありがとうございます。トシさんありがとう。書くか、書きます。チェーンソーマン第1部すごい好きで読んでて、第2部が始まったんですけどぶっ飛んでましたね、相変わらず。よいしょよいしょ、少々お待ちくださいませ。ありがとう。1月20のマイカー公演が楽しみで夜しか眠れません。夜寝れてるならよかったです通常運転マイカー待ってます。見えるかな、いや薄いかも、消そう。見えるかな、トシさんタワーありがとうございます。20日公演お待ちしてます。ありがとう。見えますかね、見にくいかもしれません。
違うんですよ、これ私の筆圧とかじゃないんですよ、限界突破してるんです。大丈夫ですかね、見えますでしょうか。今日も沖さんが美しすぎて画面が見れません。見てる見てる、コメント打ってる、コメント打ってる。ありがとうございます。クマありがとう。見えますか。これはタワーなのかな。めっちゃかわいい、めっちゃかわいいタワー、めっちゃかわいいタワー、ありがとうございます。どうもとうとうさん、ありがとうございます。今日のメイクマジ大人っぽくてゆき、本当今日なんかメンバーからも言われたんだよ。へへへ、そうなんですよ。でも今日まだね、大してしてないんですよメイク。だからちょっと明日ちゃんとするので、明日楽しみにしててください。明日するので、とうとうさん無言配信だし。 Thank you。見えないんだよね、この電気つけてたらあんま見えなくて。とうさん、タワーありがとうございます。でも無言なので多分聞こえてないと思います。ありがとうございます。よいしょ、つけます。明日配信できるの、明日どうだろう、配信できると思いますよ多分。できるはず、寝てなかったら。最近すぐ寝ちゃうんですよ。ドリップね、あー傾く。パパパパパパ、男の人が好きらしい。ちょっとあの文字にしたら気持ち悪いですね。パパパパパって言ってるの。なんかちょっとアバターが言ってたら気持ち悪かった。男の人が好きだし、リップ塗るの。戦闘力が上がっていく。最近はちょっとピンクにハマってるんですよ。どうですかね。大好物です。イエー。ありがとうございます。ありがとうございます。そう、全然ピンク使わなかったんですけど、最近アイシャドウ何使ってますか。多分ね、私の配信の 99.9% は男性だからね、絶対興味ないと思うんだけど、 0.001% の女性のために教えてあげよう。
ちょうどメイクポーチがここにあるんだよ。多分その残りの 99.9% のね、男の人はね、今日食べた晩飯のことでも考えてな。すっごい曇ってるんだけど、これです。どこのやつか分からん。これ全然英語読めなくてびっくりする。全然英語読めないけど、謎のやつとデイジーク、クリオです。見つかってます。でもね、なんか多分アイドルの配信で鍛えられたんだろうなみたいな男の人たちがね、たまにね、なんか化粧品に詳しいの面白いんですよね。好き。たまにちょっとなんかコメントとかで言ってるの見たらすごい詳しいと思う。鍛えられてる。キャンメイクは覚えた。かわいい。かわいいですね、それは。いいね。ロム&推しが使ってて覚えました。男の人で言う何なんだろう。私は男の人のそういうものが分かんないけど、なんだろうな、なんだろう、まあでも、まあ、ガンダムとかジョジョよね。私も頑張って覚えるね。みんながジュシの化粧品を覚えてくれたから、私も頑張ってガンダムとジョジョ覚えるね。なんだろうね、Bluetooth イヤホン繋がってないんですけど、もしかして音質悪いかな。なんかね、今床っていうか立てかけてるんですけど、このスマホを縦にね、その高さが足りなくて、服を畳んでその上に置いてるんですよ。だからもごもごするかも。ちょっともごもごしてたらごめんなさい。すみません。聞こえますか。今月モバメ多めで、今月撮り始めてすごく嬉しかった。妻このぐらいだから。コスパ良きだから。まだ元取れるよ多分。いや、それは嘘かも。ちょっとそれは言い過ぎかも。今日1件、いや今日1件じゃない、今日3通送ってるよ。今日3つ送ってます。どうだろう、頑張れば取れるかも。私が一回めちゃくちゃ一日頑張ればもっと取れるかも。お値段以上を決める。そうだよ、ニトリが大きかだよ。写真が高画質になって満足度が高くなりましたね。高画質になりましたよね、メール。だからちょっとメールの画像も気をつけないといけないかなと。メールだったらなんかいいやって思ってた、あの背景のぼかしとかもちゃんとするようになった。やばいやばい。
明日も送りますね。高画質本当嬉しい。うん、頑張る。メールは可愛い写真来るの。メールもだよ。メールもだよ。お得に、そう、お得なんですよ。お楽しみに。今日髪の毛湿気でやばすぎてくくった。もうモハモハでした。すごい嫌だ。最近そのもう本当に湿気がやばくて、何もしてないのに肌がベタベタするし、もうレッスン終わった後とかすごいから、私ボディーペーパーって買ったことなかったんですよ今まで。そんなに汗かかない人間だったから必要ないと思ってて、夏とかもあんまりボディーペーパーとかそういうものを、制汗類とかを買ったことがなかったんですよ今まで。あんまり汗かかなかったから、本当に中学生ぐらいの時にシーブリーズ使ってたぐらいで何も買ったことなかったんですけど、最近はね、あのボディーペーパーであの体を拭くようになりまして、ギャッツビーを買ったらね、ギャッツビーってすごいんですよ。もうね、皮膚とかじゃなくて神経細胞を冷やして死ぬほど体が寒くなったってことをことが起きまして、私の中で、あの家に行って布団に潜っててもギャッツビーのせいで寒いみたいなことになりまして、ちゃんとしたあの女性用の、 あのビオレとかのボディーペーパーを買ったんですよ。そしたら今日使ったらもう程よいひんやりだし、あの肌はサラサラになるし、いい匂いだし、これよこれって思った。私にはねギャッツビー強すぎてね、ちょっとねやばかった。私舐めてた。なんかボディーペーパー初心者なのに、いきなり、しかもギャッツビーのなんかもうめっちゃパッケージもめっちゃいかついやつ使ってたんですよ。やばかった。なんでいきなり男性用、なんかいいって言うくない。いや一回ね、なんか本当に 2,3 年ぐらい前のフェスが終わりにマネージャーさんがメンバーに渡してくれたのが本当に気持ちよくて、なんかもう冷たいみたいな、その時のイメージで買ったらもうえぐいぐらい冷たくて、こうやってなんか脇とかにも塗ったんですよ。そしたら脇って神経がいっぱい通ってるから、もうなんか寒いを取り越して痛くなって、痛いみたいな、脇が痛いみたいななってたから、皆さんも気をつけてください。やばかったです。女の子はあのビオレから入ることをおすすめします。でもちょっとティフとか夏野外フェスだったらギャッツビーでもいいかも。やばかった、もう本当にうわーってなりました。おきぽがやると面白い。私家で一人でなってたからね、痛い痛いってなってました。この動画撮って YouTube に上げてほしかった。どんな動画よ。明日 YouTube 投稿されるかも。許可が、あの検閲の許可が通ったんで、明日の多分予定通りに行けば明日の18時とか夕方ぐらいに投稿されると思います。お楽しみに。うん、よろしくお願いします。明日でございます。きちゃんこんばんは。こんばんは。おきちゃんの唐突なカバンの中身紹介。YouTuber。バック。私はカバン常に2個持ちで、大きいやつとショルダーバッグを持ってます。これが大きい方です。さーて何が入ってるのでしょうか。開けてみたいと思います。じゃ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 ーん。はい、まずはお、ビオレ。さっき話に出てたビオレのサラサラボディシート、パウダーシートです。これはいいですね、優しいですね。そしてこの
この連泊用のマスクが直で入ってます。マスクは大切ですからね。このマスク色味がいい感じ。何が色味やねん、マスクに何色でもいいやろが。そしてコンタクト4日分しかありません。1回でもミスったら終わりっていう予備を持ち歩かないスタイルです。次回で、そうなんです、本当は袋に入れてるんですけど、今日はちょっと忙しくて次回でです。3泊4日するんですけど4日分しかありません。ギリギリで、常にギリギリで生きてます。充電器です。そしてなぜかこちらも直で入っているスキンケアセットです。なぜか直で入ってます。多分忙しかったんでしょうね。はい、目薬です。さあ終わり。あ、香水っていうね。化粧ポーチは、化粧ポーチここにある。あー倒れた。化粧ポーチ支えてくれてました、そのスマホを。着替えはキャリーケースに入ってます。ぶち込まれて、あとはあのトートバッグじゃない、ショルダーバッグに財布が入ってます。入れ方雑い。そうなんです。おやつはないんだよ。今日いろいろ忘れたから、なんか今日めっちゃ1個入れたんですよ、謎に。だからあのコンビニでクレンジングと、あとヘアケアオイル買ってきた。はあ、無駄な出費をしてしまったぜ。暇つぶしグッズは、暇つぶしグッズ持ってきてないんですよ。まああえて言うならショールームかな、現地調達スタイル。そうなんですよ、コンビニってすごいからね、何でも売ってるから。そうそうそう、あってよかったね。ねえ、コンビニ様々ですよ。うん、またね、服さえね、4日分あればもう最悪現地調達。アナゴありがとう、チンアナゴ。ヘアオイル一緒の使ってる、めっちゃいいやつ。本当？これ初めて使うんですよ。これしか売ってなかった。韓国語だから何書いてるのか分かんない。アニョハセヨー、ハムサハムニダー、キヨミー。もう古いのかな、キヨミーって私の中の韓国のイメージあれなんだけど、1たす1はキヨミー、キヨミーって、もうめっちゃ古いかも超古いかも。流行りませんでした、私が中学生か高校生ぐらい。キヨミって韓国語で可愛いっていう意味なんだって。キヨミって超古いかも。やっぱ今あれか、チュ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 、あれか。あんまりね、 K-POP に詳しくないんですよ。でも韓国のあの最近のなんか服装はめちゃくちゃ好きで、ああいう系統になりたい。韓国系
ツネダンス、キツネダンス最近流行ってるね。わかんないよ私、こういうやつやね、最近は韓国のストリートの服装が可愛くて、ああいう系統になりたいなって思ってます。キツネダンスを基本にぜひしてほしい。わかんないんだよね、なんかこういう歌がわかんない。キツネダンスを踊ろうとしたらジャンボリミッキーが出てくる。ジャンボリジャンボリジャンボリミッキー、ちっちゃちゃ、フォークフォーク、ちょっとわかんないな、なんか流行りに絶妙に疎いっていうか、絶妙にちょっとしか知らないなんかにわか、にわかですらない、絶妙にキツネダンスやってほしい。わかんないよね、これね。やばい、歌が何も出てこない。フォックフォック、フォックスフォックス、フォックフォック、フォック、そう、何かが、何が流行ってるかは知ってるんだけど、その詳細までは知らないっていうタイプ。うん、ちょっと聞いときます。でも確かに可愛い。流行りにしがみついて、そうだよ、置いてかれないようにね。今何が流行ってんだろう、わかんねえ。誰が流行りに敏感なんかな。それはやっぱ若い面ですよ、アリちゃんさんとか。うん、サコちゃん、サコちゃんどうなんだ。サコちゃんは若いけど、サコちゃんはまたちょっと違うイメージあるな。アリちゃんさんはやっぱ現役ですね、さすが。さこちゃんはちょっと独自路線行ってるイメージあるな。さこちゃんなんか5周年コンサート終わった日、ツイッター普通にツイートしててさ、なんかファンの人がさこちゃんが普通に文書いてるって言ってなんか衝撃を受けてたのを、なんか今日たまたま なぜか時空を超えてさこちゃんのツイートが流れてきて、5周年コンサートの日のなんかありがとうございましたみたいなやつが、なんか今になって流れてきて見たら普通に書いててびっくりしました。さこちゃん、さこちゃん普通に文章打ってるんだって。さこちゃんのこだわりすごいから、ね、あの一文字スペース空けこだわり、サコ興奮です。あ、すいません。そう、サコちゃんが、サコちゃんが普通にツイートしてるってなってた。すごいよね。私全然あれいつやめてもいいと思ってるサコちゃん全然やめれなくなってもあれはいつでもやめたいんだよ。全然肯定してあげる。今はでも気が済むまでやってくれて構わない。うん、すごいよね。いや、私は本当にさこちゃんは未来のね STU のエースだと思ってるから、エースだと思ってるから、なるべく早めに
本当に、ね、希望にあふれたそのスタイルも顔もそうだしパフォーマンスもそうだし、あのバブミといい、本当にこれからの希望だと思ってるから、早めにあのそろそろって思うんだけど、でもどうなの、やっぱ個性なのかな。どうなんだろう。いや好きなんだけどね、私もサボちゃん公文。早めに。いやまあでもサボちゃんの意思を尊重します。オキポならサコちゃんをどう伸ばしたい。オキポならサコちゃん、サコちゃん、サコちゃんどうしよう。私がもしプロデューサーだったら、クマありがとうございます。サコちゃんいきなりセンターにしたいな。でも育ててもいいかもしれない、まだ若いから。まだ育ててもいいかもしれない。いや難しいな、パフォーマンスがいいからな。うん、私だったら公園でセンターにするな、さこちゃんは。いや本当にそんぐらい私はね、さこちゃんに未来を感じてるんですよ。でもさこちゃんあれだから、もう耳も指もジャラジャラだから、ジャラ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 じゃ、もう3連ぐらいしてるから、こことこことここかわいい。さこちゃんのセンター曲は、いやでもね、本当にね、さこちゃんの無謀な夢を覚めることがない、すごいんですよ。5周年の時も山台だったんですけど、さこちゃんはマジでレッスン動画見ても一番後ろのさこちゃんにしか目がいかないってぐらいね、さこちゃんすごいんですよ。見てほしい。クマありがとうございます。ゆもつくさん、さこちゃんすごいんよ。かっこいいよね。ねえかっこいいんですよ。私の好きなパフォーマンスメンバーはさこちゃん、あおいさん、みほりんかな。私の好きな、誰がいるかな。私の好きなね、その好みね、好み。あとみちさん、綺麗、なんか癖がなくて綺麗。葵さんうまいってよく聞くわ。いや葵さんマジでうまいのに、なんかもっと伝わってほしい。本当にうまいんですよ、ダンスが。もっと伝わってほしい。なんかスタジオじゃないけど、本当にもうスタジオにいてもおかしくないぐらいめっちゃうまいんですよ、本当に。もっと伝わってほしい。なんか定点とかで見てほしい、葵さんのダンスを。なんかもう女性のダンスって感じ。なんかしなやかみたいな、マジガールズ系って感じ。好きなんですよね、葵さんのダンス。うん、2期生人気も高い。2期生人気っていうかメンバー人気マジでやばい。なんかステップの重さとかすごい。ずっと見てられる、だいたいこう見ちゃう。うん、だからこの奈々さんのあのコンサートの時みたいにダンスパートみたいなのもっとやってほしい。
に思います。おきちゃんも心配しながらずっと見てられる心配してるんですか親やん。親じゃないですよ、全然ちょっと心配おきちゃんハラハラってしてるのそんなおきちゃんも20歳超えてますから大丈夫ですよ。心配しないで。そっと見守る。見守り系。後方仮しづらとはまた違う見守り系ですね、それは。ハートありがとうございます。かな。研究生のパフォーマンスはいつもハラハラしてしまう。確かに私が研究生の時とかやばかったと思う、皆さんのハラハラ具合は。でもね、今の STU の研究生マジでハラハラ度が本当にないからすごいよあ、関ヶ原フェス出演します。研究生も出ます。今日発表されたんですけど、関ヶ原のメンツもなんかちょっとよくわからん謎メンツでしたね。楽しみにしていてください、研究生すごいよ。もうだって裏でめっちゃもう出番前にめっちゃボイトレしててめっちゃすごいなってなる。いや自分もね、なんかボイトレのやり方とか教えてもらったんだけど、なんかやっぱすごいよね、日常的にもうちっちゃい頃からやってる人とはやっぱ違うよね。私もねボイトレ行ってるんですよ実は。でめっちゃ基礎みたいなことをやってるんですけど、こうねこうやって前進しながら腹筋に力入れてほーって言いながらこうやってはーひーふーってこうやってるんですよはーひーってこう声を投げるみたいな感じでこう投げる、声を投げるっていうイメージでやってるんですよ。すごいね、私はめっちゃ真面目にやってるんですけど、なんかギャグにしか見えない。言うやん、大事なんよこれ本当にこう腹筋を使いながらこうひーいーって言ったらめっちゃきついんですよこれをね、これは超基礎の基礎なんですけど、やめますこうやってシューこう全部腹式呼吸、肺を膨らませずにお腹を膨らませる腹式呼吸を頑張ってやれるようにやります。私はとても歌があまりうまくはないので頑張っております。そう、息を吐き切ってますふふ頑張っております。頑張ってるの偉い。メッセージありがとう、褒めてくれた、優しい。きちゃん成長たくさん見れてる。うん、頑張る。だいぶ上達したと思います。本当に上達してたらいいな。でもね、私あのね自分の歌で唯一好きな点は意外に歌声が可愛いんですよその歌が上手いか下手かはちょっと置いといて、歌声が可愛いんですよ。しかも割と地声で頑張って
行こうとするんですよ。意外に高いんですよ、歌声が。そこだけ好きです。そう、踊ってても割と高いんですよ。地声が、喋り声が低いから歌声も低いって思われそうなんだけど、歌は低いのが出ないんですよ。思い切りが低いから、だから高いんですよ。サラピも意外と高い歌声。サラピ可愛いよね、めっちゃ可愛い。千穂さんと歌声あんま見分けつかんかった。似てる、あの友達でいられるなら。意外に可愛いんで、そこを楽しみにしててください。まあ聞く機会があれば。なかなかね、2人とか3人歌割りが多いから、なかなかあれなんだけど。長続きしない。思い出せない。そんな感じでございます。50分、早いですね。もう50分か。明日はもっと音楽の日、よろしくお願いします。お昼やで。お昼やで。見るんやで。明日頑張って、頑張ります。録画します。お、最高。大阪見れない。大阪見れないの、マジっけ。マジか。まあじゃあ 念を送ってください。じゃあ頑張れって、念待ってます。なんたいんだ今すぐそのままだか。カヌレ食べたい。カヌレ不足すぎる。おきちゃんのアバター出た。なんかガチャやってる、もしかして。ちょっとピンクに目覚めちゃった。ツイッター企画、あ、そう、ハッシュタグ STU がもっと音楽の日の家で見るのも断然可愛い。この断然可愛いシリーズ、多分今後使われる可能性がなんか高くなってきた気がする。多分だけど。あ、ガチャやってるんだ。アバターガチャしてるらしい。おきちゃんのガチャ出るかな、出るかな、出るかな。でも今日ゴミ投げられてないな、私の。あのゴミっていうか殻。あ、投げられてる。抜け殻を。私の壇上をガチャガチャのあの上に置いてあるちっちゃいバケツのような扱いにしてしまってるね。もしかしてこの柄って何も入ってないんじゃん。もしかして、おやおやおや、もしかしてこのみんなが投げてるこのガチャポンって中もう何も入ってないんじゃん。あれあれあれれ、おかしいぞ。不法投棄ですよ皆さん。山とかゴミ捨てちゃいけないのご存知？不法投棄って言葉ご存知？まあちょっとおきちゃんが出たら許してあげましょう。おきちゃん山説。山説。おきちゃん山説。風林火山。山。動かざること、山のごとし。おきちゃん海だけはない、海じゃないの。おきちゃん沖だから海ってか。
沖に出るんだ、うんうん、テンション高いね。思った、こんな顔しといて実はテンション高いっていうね。沖に来た、わらわら。明日何時起きだろう。明日は割と早いんご。頑張る。カヌレでも食べんと頑張れんよ。あーん、カヌレ食べたい。東京のカヌレが食べたい。いいカヌレが食べたい。誰か差し入れください。カヌレが食べたいです。可愛くない？なんかこういう時にさ、今まで流行ってるものとかだったらさ、私なんかエビ味噌ラーメンが食べたいですとか、ハラミが食べたいですとか言ってたのに、とうとう可愛いものにハマったせいで可愛い言葉が口から出てくる。嬉しい。カヌレが食べたいです。明日の差し入れは、明日の差し入れなんだろう。キングレコードさんに期待。すぐキングレコードさんに期待するんだから。今日とても仕事のできるキングレコードのスタッフさんに、 AKB さんもキングレコードなんですよ。だから音楽の日は AKB さんと STU いますけど、〇〇さんはどっちを取るんですかって言ったら、 AKB48 さんと STU どっち取るんですかって言ったら、ん？どっちも取らん、起きちゃんだよって言われて、これができる、できる人のできる人の言い方、素晴らしい。皆さんもぜひ参考にしててください。だから仮に仕事と仕事と自分どっちが大事なのって言われたら、どういうのが成功なんで、正解なんですっけ、正解なんですって。どこで使えと、おきちゃんにしか使えませんねこれは。おきぽ、おきぽ、仕事、私と仕事どっちが大事なの、おきぽ。もう拍手がこうじゃなくてこうなるね。パーティーの拍手の仕方になっちゃう。模範解答らしいです。じゃあそろそろ壇上読もうかな、まあ、そんなくだらない話は置いといて、そろそろ壇上読みたいと思います。よいしょ。13位から読みます。13位、よもつくさん。12位、ひしおさん。11位、かずのりさん。10位、あさっちさん。9位テリーピーさん。8位ポーハッさん、ポーハッさん、うん読めない、ありがとう。7位バンボシさん。6位ジェリーさん。5位紅茶さん。4位小林ひろみさんでした。13位くらいみたいな皆さんありがとうございました。そして3位きのこのみさん。2位がとしさん。1位とうとうさんでした。3位から1位までの皆さんありがとうございました。グラグラ。というわけでこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。明日音楽の日、もっと音楽の日、よろしくお願いします。頑張ります。バイチャラポー。明日見るね、ありがとう。本編は出るの、本編はね出ない予定。明日もっと音楽の日に1時ぐらいの予定でございます。映る方はぜひ、映らない方は念だけ送ってください。おやすみなさい、ありがとうございました、見てくださって。バイバイ、ありがとう。サンキューベリーマッチ。
とうございました。おやすみなさい。ぽやぽや。終わるかな。ありがとうございました。うん、時間あるね。結構ありますね。バイバーイ。またね。